さあ始まりましたアプカミ。今回のお相手はモーニング娘。21の芳賀茜とモーニング娘。21の岡村ほもれです。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど制作の過程をお届けしていきます。それではまず MC2 人の私たちの裏側に迫っていこうと思うのですが、こう今ここまでほんのまだ一歩も経ってないぐらいですけど、はい、ここまで見てくださって、あれなんか芳賀ちゃん雰囲気変わったんじゃないと思った方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないでしょうか。そうなんです、私前髪を分けましたはい、あの加入当時から今まで、うん、こうパッツン前髪こう下ろしてこうまっすぐ切る、はい、目の上でまっすぐ切るっていう前髪をずっと貫いてきていたんですけど、うん、先日っていうほどでもないんですけどこう出させていただいたタイニータイニーの方で、今年は今後の目標としてこう自分に似合うものを見つけていきたいっていうふうにお話ししたんですけど、それをするためにはパッツン前髪をこう卒業して前髪分けるのもありなんじゃないかなっていうふうに思いまして、こう最近前髪がちょっとずつ伸びてきて、もうここでいつも通り切るんじゃなくて一回こう前髪を分けた写真をブログに載せてみようっていうふうに思ったんですね。でこう分けた写真を載せてみたところ、すごく皆さんがいいねって言ってくださったので、あじゃあ前髪分けてみようかなと思って、こう前髪分けるのにもいろんな分け方があるじゃない、うん、こうかき上げみたいな、はい、こういう風に分けるやり方とかもあったんですけど、いろいろ試してみた結果、私はこうセンターで分けるのがすごく自分的には好きだなって思ったので、最近はずっとこれをしています。ですけど私的にはなんですけど、あの来年の1月にはあのパッツンに戻そうかなという風に思っていて来年の1月から3月まではこうパッツン前髪でいようかなと思っていまして、うん、その後はまだ自分では決めてないんですけれども、とりあえず今年いっぱいは前髪分けているつもりですので、一応期間限定なんだなっていうふうに思っておいていただけると嬉しいなと思います、うん、はい、芳賀さんのパッツン前髪もすごい私好きだったんですけど、うんうん、あの分けてた方が私はすごい好きです、うん、本当？あのインスタグラムに分けてる写真を結構芳賀さん最近載せるなとか、はい、ブログにもなんか書き上げた写真とか載せていて、うん、それがすっごいもうお姉さんで素敵だなと思ったので、うん、あの芳賀さんには結構私も前髪分けてる派なので、うん、あ本当続けていただけたらなとかも思いつつ、はい、そう結構今ハロープロジェクトのコンサートもやっていて、うん、そういう時にやっぱメンバーにも会うんですけど、すごくいいねっていう風にメンバーからも言っていただけるから、うん、まあ、メンバーとか皆さんの意見も取り入れつつ、とりあえず今年いっぱいまでと、そうですね、とりあえず持っておいてください、はい、心に留めておいていただけたら嬉しいです、うん、じゃあ続いて岡村ほまれちゃんお願いします、はい、私岡村ほまれはですね、最近すごく転んでしまうことが多くて、はい、あの最近も少し前もですね、お仕事の行きの、うん道になんか3段くらいの階段があったんですよ、うん、でそこであの膝からスライディングしてしまって、はい、すごい大きなあざができてしまったり、はい、その頃ちょうどリハーサルとかダンスレッスンが結構多くて、うん、足も疲れてたのかなって確かに、ね、思ったので、はい、ちょっと筋膜ローラーをゲットしまして、うん、そうなんですよ、お家でそのふくらはぎとか太ももを結構ほぐしてるんですけど、うん、使ったらほぐしてちゃんと転ばないようにしていこうかなっていうふうに思います、はい、その日 あったんですけどすっごい大きいあざを作ってきていて、本当にメンバーみんなで心配したので、気をつけていただけると私たちの心も嬉しいななんて、はい、思いますね、はい、気をつけます。それでは今回のアプカミ、まずはこちらから、アンジュルムシャカシャカトゥーラブカラフルライフ編ミュージックビデオ撮影メイキング。アンジュルムの公式 YouTube チャンネルにて公開中のオーラルビューティーケアブランドオーラ2とのタイアップ第2弾シャカシャカトゥーラブカラフルライフ編のミュージックビデオ撮影の様子をご覧ください。
私は今バスタブに隠れています。あのスタッフさんが隠れられないと思ったみたいなんですけど、見事に収まりました。ひょっこりしてきます。 3,2,1,GO！ はい、ありがとう。はい、はい。わー、かわいい。シャボン玉とカメラの子って最強じゃないですか。最強、めっちゃかわいい。最近めっちゃ思います。ボーギングのやってます、ね、はい。難しそうですね。ミュージックビデオ100回見る。怖い。見ちゃうかもしれない。はい、加藤。ちょっとだけカメラに傾けて。そう、ちょっとだけ、そう。はい、加藤。ゼリーがプルプルしてて、おーおーおーってなる感じを表してもらえる。あ、そうですね。こんな大きいゼリーを見たのは人生で初めてです。なんか食べたくなります。でもやっぱ迷っちゃうよ。なんかダンスとこうリップを合わせるのが結構難しいというふうに年下の子たちから聞いてたので、間違えないように頑張りたいと思います。オーラ2の歯ブラシ使ってください。それではやっていきたいと思います。ミラーボールに座ってミラーボールを持つ。私がよくボールって言われてること知ってるんだと思います。なんか違わない？系統みんなとオレンジとかリップとか風船。私みたいに超アクティブ。ボールにミラーボール。面白いな、竹内さん。はい、カット。はい。ミサパリン。石本だけ見えます。Ready and music。
それではやっていきます。 All right, here we go! Stand by! ということで、前回のシャカシャカトゥーラブとの進化したね、シャカシャカトゥーラブカラフルライフ編です。私はっていうソロを吸ってるっていうなんか挑戦をしたりとかしてるんですよ。なのでまた前回との違いも楽しんでいただけたらなと思います。カラフルなオーラ2ぜひ皆さん使ってね。 MV もたくさん見てね。はい、いきます。Ready and action! はい、カット And action! はい、前回とはまた違ったこうカラフルさというか、それこそなんかセットでこう一人一人のこうお部屋みたいなのを用意してくださって、本当にすっごい可愛かったので、すごいなんか今までに全然ないような感じの、撮影だったので、すごい楽しくみんなでやらせていただきましたね。前回のシャカシャカトゥーラブもめちゃくちゃなんか可愛かったんですけど、みんな今回もなんかそれを上回る可愛さだと思うので、ぜひ楽しみにしててほしいなというふうに思います。ありがとうございました。ぜひたくさん見てください。カラカラフルライフ。はい、前回のシャカシャカトゥーラブの、ミュージックビデオもすごい可愛くて、個人がねすごく目立ってて素敵だったんですけど、今回もさらに新メンバー3人も加わって、なんかもっとアンジュルムさんの良さ
とかが出てるなっていう風に思ったし、もう本当にセットが可愛すぎて、ね、私たちもあんな風なセットを一回やってみたいなっていう風に思いました。最近私たちメンバーカラーの衣装とか、そうなんですね、そういうのをあまり身につける機会がないので、うん、はい、やっぱりせっかくね、デイジーとかオレンジってメンバーカラーがあるので、はい、こう身につけてみたいなと思いますし、やっぱみんなメンバーそれぞれ本当にメンバーカラーを嫌いな人ってまだ本当にいないと思うから、うんうん、私たちもね、いつかああいうメンバーカラーのセットでメンバーカラーの衣装着てっていうのをすごくやってみたいななんて思いました。以上、アンジュルムシャカシャカトゥーラブカラフルライフ編ミュージックビデオ撮影メイキングでした。ありがとう。続いてはこちらです。椿ファクトリーアルバム楽曲光のカーテンボーカルレコーディング。椿ファクトリーのニューアルバムセカンドステップから光のカーテン、新沼キソラのボーカルレコーディングをご覧ください。じゃあ、まあ、うまくファルを使ってそんなにきつく聞こえないように歌いたいんで今回は、はい、じゃあ1番の A メロやってみよう。熱持ったまぶたが重たい今夜明けの底、真剣なメッセージ返さないで寝ちゃっていたって嘘、どうしてどうして、いろんなこと上手に大事にできないんだろう。うん、そういうこと。ちょっと単調になってるからちょっとリズムは出す。で、どうしてどうしてをちょっとこう感情を入れるというか、どうしてどうしてちょっと苦しげな感じ。まあ帰ってみよう。熱持ったまぶたが重たい今夜明けの底、真剣なメッセージ返さないで寝ちゃっていたって嘘、どうしてどうして、いろんなこと上手に大事にできないんだろう。 OK、 じゃあ B メロ。はい。好きや嫌いや知っている言葉だけじゃ胸の内迷い戸惑い表せないけど、好きや嫌いや知っている知ってとしっかり歌ってみよう。好きや嫌いや知っている言葉だけじゃ知っている言葉だけじゃ、うん、そうそうそう、流さず言葉はっきり歌ってみよう。はい。胸の内迷い戸惑い表せないけどってちょっとこれしてるし、はい、でカーテンに入る。はい。上手に大事にできないんだろう、好きや嫌いや知っている言葉だけじゃ胸の内迷い戸惑い表せないけど。OK、 じゃあ1サービスやってみよう。表せないけど、カーテンを開けなくちゃ朝は来ないね、街に降った光の中、カーテンを開けなくちゃ仲直りしよう、泣いたわけもそれでも会いたい君へ伝えたいよ今日は。最後ね、下がらないように。その裏と表の行き来の場所とかはバッチリやねんけど、もうちょっと全体的に張って歌いたい感じ。はい。もうちょっと力入れてみて。テイク2。表せないけど、街に降った光の中、カーテンを開けなくちゃ仲直りしよう、泣いたわけもそれで
んじゃない、これぐらいの強さでいこう。最後の今日はのピッチもちょっと安定させたいかな、ロング。じゃあテク3。合わせないけど、カーテンを開けなくちゃ、朝は来ないね、街に降った光の中、カーテンを開けなくちゃ、仲直りしよう、泣いたわけを、それでも会いたいわ、君へ伝えたいよ今日は。 OK 取れました、ありがとうございました。はい、終了。ハロープロジェクトのコンサートを最近たくさんやっていく中で、椿ファクトリーの曲とかも歌う回数がこう増えているんですけど、椿ファクトリーの曲ってすごくキーが高いなっていうイメージがありまして、うん、そんなたくさんキーが高い曲を歌いこなしている椿ファクトリーのメンバーすごいなって思いながらこのレコーディングも聴いていたんですけど、こういう本当にもうバラードな感じの曲は椿ファクトリーでもすごく珍しい曲調ということで、そんなこう椿ファクトリーの新たな一面が見れることもすごく嬉しいななんて思いました。私もすごく椿ファクトリーさんの楽曲は高いしテンポが速くて、すごく難しいなっていう風にいつも思っていたんですけども、新沼希空さんのレコーディングで毎回その1回目に何かアドバイスをいただいて、さらに2回目3回目って重ねていくごとにすごくなんか歌い方が変わったり、うん、そこがクリアになっていてすごく素敵だなっていうふうに思いました、うん、以上椿ファクトリーアルバム楽曲光のカーテン、新沼希空のボーカルレコーディングでした。元気出して、モーニング娘。21の芳賀あかねと、モーニング娘。21の奥村ほまれがお送りしているアプカミ、続いてはこちらです。ビヨンズフレフレエブリデイベース&ドラムレコーディング。ビヨンズゴーミープロジェクト2021第2弾タイアップソングフレフレエブリデイのベースとドラムレコーディングの様子をご覧ください。気持ち的にはそのアイリッシュケルティックな、でもパンキッシュな気持ちを持って、暴れん坊な感じの、うん、こじゃれた感じではないっていう、そうそうです、そうだからいつも通り行けばいいと思いますいや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 適任でしょ、行きますかね、お願いします、お願いします。じゃあ行きましょうか、はい、お願いします。では回しますね、お願いします、はい。こっちで聞きます、はい、めっちゃいい感じじゃないですか、いい感じですね一発目とは思えない、なんかすげえいいかもよっていうぐらい勢いはありますね、勢いあるね、ちょっとスネアどうかなと思ってて、ちょっと今結構抜けがいいような感じにしたんですけど、ちょっとパンキッシュな感じって言って、うん、ちょっとまあなんか元気にしてみたんですけど、なんかいいバランスな感じで聞こえてますけど、ね、なら、うん、やりましょう、お願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。
い、いただきました。また確認してみましょうか。はい、こっちの方がうまい安定はしている。うまい、うまい。ここはちょっとやりたいな。2カッコの、あ、2カッコか、2カッコをもう1回取るだけ、はい、はいはい、ちょっと取ってみよう。了解です。この2小節だけやりたい。了解。もうちょっとなんかこう203連的なのをうまく出したいなと思って、ここから変わるんで1回やってみましょうか。はい、バッチリです。はい、ありがとうございます。じゃあこれタンバリン。あ、タンバリン、はい、今青い方、青い方ね。こっちが木の、基本的に今の青い方にして、はい、あ、じゃあやってみますか。これ部分的にちょっと変えるのもありかなっていう話になってる。跳ねてるところを、うん、そっちのやっていうのも、うん、うん、はい、じゃあ D からでいいのかな、うんうん、はい、うん、じゃあ振ってますんでいいとこで止めてください。了解です。でソロからの音変わるのがまたちょっと展開が変わっていい感じですね。いいです、うん、はい、完璧じゃない、完璧です。頭の入り口がかっこいいですね。もう頭だからね、ゴーッ持っていかれますよね。じゃあ取り物終了、うん、以上、はい、大丈夫ですか。ありがとうございました。はい、じゃあ終了です。ありがとうございました。面白かったですね。面白かったですね。もう曲もかなりのアップテンポのやつ。そうですね。まあ難しかったですけど、すごい楽しいですね。うん、すごい楽しかったです。2回しか演奏してませんから。そうなんです。2回目でもうこれ以上はやめた方がいいっていう判断になりました。で、結局1テイク目、ほぼ9割1テイク目。もう、これがほぼ完璧でしたね。そうなんです。で、なんか、普通の人って1テイク目で撮るとすげえって思うんですけど、違うんですよね、うん、俺らの場合は、ね、だんだん落ちていくんですよ。そうですね、速度が尋常じゃないっていうか。もういいかな、こうなるだろうっていうね。というか3回目撮ろうっていう話すらよ。まあ大体こうライン決まってるんですけど、時々自由なところが隙間がちょっとありまして、そこでこうスティング節を入れたりとかですね、あるんで、まあ、もしマニアックな方がいたらどこに入ってるかをね、ちょっと聞いていただければいいですね。ありがたいと思います。タンバリンもね、いい感じで、これもう1回しかやらなかったですけど、タンバリンすごかったですね、うん、タンバリンも楽しかったです。意外とこじゃれた感じで行った方がいいのかなと思ってたんですけど、アレンジャーさんに結構パンキッシュにとやんちゃにかましたんですけど、ただ 2A だけ、2番の A だけちょっとこじゃれたのを入れたんで、そうなの？ちょっとこじゃれたのを入れたんで、分かる人はちょっとね、これも2だと思うんですけど、ちょっとこういい感じの細かいの入れたんで、そこもまあ聞いてもらえたら面白いかなと。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に楽器をする方ってすごいなって改めて思って、ね、なんか。人間がリズム刻んだりすると、うん、やっぱりどこかちょっとずれてしまったりっていうこともあると思うんですけど、うん、それが本当全くなくもうずっと同じリズムを刻み続けるっていうのは、うん、本当にすごいなって思いましたし、もうかっこいいなって思いました。なんか私たちの知ってるタンバリンじゃなかったよね。違いました。もうシャクシャクシャク、本当に私たちの知ってるタンバリンはもうただこう叩くだけっていう、ただその場を盛り上げる、うんうん、ものに使うっていう印象だったんですけど、こんなかっこいいタンバリンを
使いこなせる方っているんだなみたいな、本当にベースやドラムを演奏してる、こうレコーディングをしてる映像って私たちもなかなか見る機会がなくて、いつも完成したものを聴かせていただいてるっていう感じなので、こういう細かいとこまで見れたり聴けたりするのはすごく嬉しいですし、このフルフルエブリデイでも2番の A メロにちょっとこじゃれたタンバリンを入れてみたっていうお話をされていて、ね、はい、あ、もっとちゃんと聴いてみようと思いましたので、うん、この後聴いてみたいなと思います。以上、ビヨンズフルフルエブリデイベース&ドラムレコーディングでした。うまくいくって私は信じてるよ。羽賀あかねと岡村誉がお送りしてきたアプカミ、お別れの時間となりました。今回もいろいろな映像を見てきましたが、私は特にフレフレエブリデイのベース&ドラムのレコーディングがすごく印象に残って、うん、やっぱり MV とかってミュージックビデオとかってそのメンバーにやっぱ注目してしまったり、うん、ダンスとか背景とかに注目しがちだと思うんですけど、うん、やっぱり聞いてみるといろんな方が協力してくださって、その後ろの音とかも本当に素敵だなっていう風に思ったので、もっと詳しく私も見ていこう、見ていきたいなっていう風に思いました。私は新沼キソラちゃんの光のカーテンのレコーディング映像がすごく印象に残ったんですけど、新沼キソラちゃんとはハロープロジェクトの同期でこういつも仲良くさせてもらってるんですけど、こうグループが違えどこうお互いの活動をしてる姿を見るとすごくいつも刺激をもらっていて、仲いいだけじゃなくてこうライバルであったり刺激をもらえる関係であるので、これからもずっとそんな関係でいたいななんて思いました。アプカミではアップフロントグループに所属する様々なアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分もご紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。今回のアプカミ、お相手はモーニング娘。21の羽賀あかねとモーニング娘。21の岡村誉でした。さようなら。